そうなんです。知恵の輪っていうか、はいはい、これがこの緑から赤いとこに来なければダメだという。はいはい、そう。何がどうできないんですか。これをですね、ここでも詰まってしまいますよね。詰まりますね。ね。はい。で、これがこの紐がこっからついてるんですよね、根っこから。はいはいはい。こっちもですね。はいはい。抜けませんよね。はい。まずこれ通らないですよね。通れ。これがね。これも取れない、こうもいけない、これを裏に通そうと思っても通らない、おうおうおう、ギリギリのとこでね、はいはいはい、はい、あ、どうも、はい、あ、山本明治でございましょう。あ、どうも、はじめまして。あの、日本中の協会の山本でございます。あの、どうも、はじめまして。金属の輪が、はい、まず緑色の玉の方にあります、はい、あります、はい、これを何とかして、はい、赤い玉の方に動かします、うん、で穴は動きません、うん、でも紐がそれなりに緩みがあって長さがあるんですよ、はいはい、ここがこの知恵の輪のミソでして、そういう僕らいろいろ考えましたね、うん、まずつながっている紐の中央部をかぶせます。ここが難しい、これが難しい、ここで両側の紐を引いてもらって、ちょんまげ頭のようにこういう形になります。この時点でこの鉄の輪を中央の輪を通してここへ持ってきます。ここの時点でこの輪を戻す、中央の木の穴から向こう側へ出します。ここで分かります、こうなります。ここで初めてもう一回二つの輪を、そしてさっき言えたやつを反対側から戻します。ここを出てきて一番最初の形になります。素直にこちらへ真ん中の穴にこれを、これでできなかったら恥ずかしいですね、はい、10年のキャリアですからね。こうか、こうか、こうか、こうだね、あ、ちょんまげできた。いつ死んでもいいですよ。